前で待つのが九州両者、3番手後ろを振り返って5番の吉本、4番の谷が5番手です。さあここは中四国勢がかなり中部近畿ラインの動向を警戒しています。4番の谷に今のところアクションはありません。残り800を切っての 1,2 コーナー中間地点です。前で待つのが九州勢、さあそしてここで行きました4番の谷和也、谷が中段そして前段へと上がってまいりまして、ここで主導権を握りました。3番の山口が送り出しての4番手、5番の吉本が6番手で鐘を聞いています。4番の谷が主導権取り、2番手が6番の市村、3番手には2番の武田和之、中部近畿勢が主導権を握っています。2番手後ろ振り返って6番の市村、後方から5番の吉本、さあ中四国勢まくってまいりました。1番の長谷がちょっと口が開いているんですが強烈なブロック、6番の市村正樹、そして2番手に浮上が2番の武田和之、そして1番の長谷で4コーナーを回ってくる。先頭が4番の谷、後ろから2番の武田和之、